エドウィン・パウエル・ハップルはアメリカ合衆国の天文学者。我々の銀河系の外にも銀河が存在することや、それらの銀河からの光が宇宙膨張に伴って赤方編映していることを発見した。近代を代表する天文学者の一人であり、現代の宇宙論の基礎を築いた人物である。1889年11月20日、ミズーリ州マーシュフィールドで、 保険会社役員の家に生まれる。1898年にイリノイ州イートンに移る。若い頃は学問よりもスポーツの才能で知られていた。1906年に行われた高校の大会の7種目で1位、1種目で3位を獲得した。この年には走り高飛びでイリノイ州の州記録も作っている。シカゴ大学に入学、有名な物理学者。 ロバートミリカンなどの影響を受けた。大学でもヘビーウェイト級のボクサーとして有名で、あるプロモーターは世界チャンピオンのジャック・ジョンソンと戦ったらどうかと進めたほどであった。学部では数学と天文学を主に学んで1910年に卒業。続く3年間、ハップルはイギリスオックスフォード大学の初代ローズ小学生の一人に選ばれて法学を学び、 修士号を取得した。オックスフォード時代にも、大学大校のトラック競技に出場したり、フランスのチャンピオンとボクシングの試合をしたりしていた。その後アメリカに戻り、法律事務所に勤めたり、インディアナ州ニューアルバニーで高校の教員や、バスケットボールのコーチをしていた。第一次世界大戦が始まると軍隊に入隊し、間もなく、少佐となった。 戦争が終わると、シカゴ大学のヤーキス天文台で天文学の研究に戻り、1917年に博士号を取得した。1919年にハップルは、ジョージ・ヘールからウィルソン・山天文台職員の職を紹介され、その後の一生をこの天文台で過ごした。1938年、ブルースメダルを授与される。1940年、 王立天文学会ゴールドメダルを授与される。第二次世界大戦の間はやはりアメリカ陸軍に入隊した。1946年、弾道学の研究での優れた貢献に対してメリット勲章を授与される。ハップルの死の4年前の1949年にはパロマー天文台の200インチヘール望遠鏡が完成し、ハップルはこの望遠鏡の最初の利用者となった。 1953年9月28日、心不全のため、カリフォルニア州サンマリノで没した。妻のグレースは葬儀を行わず、遺体の埋葬先についても決して明かさなかった。これは、葬儀をせず、墓標のない墓に埋葬するようにというハップルの希望によるものと見られている。現在でも、ハップルの遺体の所在は不明となっている。ライフ氏が1999年に選んだ。 この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。ハップルがウィルソン山天文大職員となった1919 19年にはちょうど100インチフッカー望遠鏡が完成している。これは当時世界最大の望遠鏡であった。1923年から1924年にかけてハップルがこのフッカー望遠鏡で行った観測によってそれまで 小さな望遠鏡での観測に基づき銀河系内の天体ではないかと考えられていた星雲の中に銀河系の外にある銀河が含まれていることがはっきりした。ハップルはこの発見を1924年12月30日の論文で発表している。ハップルはまた銀河をその蘇生や距離、形状、大きさ、高度などでグループ分けする分類法を考案した。 この銀河の形態分類は、ハップル分類と呼ばれて、現在でも使われている。ハップルが銀河の赤方変異を測定し、宇宙膨張を発見した、ウィルソン山天文台の100インチフッカー望遠鏡。ハップルは銀河の赤方変異の発見者として一般に知られている。1929年、ハップルとミルトン・ヒューメイソンは、銀河の中にあるセファイド変を観測し、 セファイド変更性の明るさと変更周期の関係を使って銀河の赤方変異と距離の間の経験則を定式化した。これは赤方変異を交代速度の尺度と考えれば、二つの銀河の間の距離が大きくなるほど互いに離れる相対速度も距離に比例して大きくなるというもので、今日、ハップルの法則として知られているものである。ただし、 ハップルはセファイド変更性の方を区別していなかったため、ハップル定数としては今日知られている値の約7倍の5 0 0 k m 秒、m p c という値を算出している。これとは別に一応東方の宇宙についてのアルベルト・アインシュタインの一般相対性理論の方程式からアレクサンドル・フリードマンが導き出した宇宙モデルには膨張する宇宙が含まれていた。 ハップルの発見は、このモデルを実証したものでもある。この発見は後にビッグバン理論につながることになる。ハップルは1935年8月30日に、小惑星シンシナティを発見している。また、この頃、ザ・オブザーベーショナル、アプローチ数コスモロジー及びザ・レルム・オブ・ザ・ネビュリーという著書を執筆している。ハップルは、ノーベル賞を受賞していない。このことについて、 ハップルの死後、彼の妻が、ノーベル物理学賞の選考委員を務めていた、エンリコ・フェルミとスブラマニアン・チャンドラセカールから、満場一致で1953年のノーベル物理学賞の受賞者に決定していたが、受賞前に他界したために受賞できなかったと聞いたとする、説がある。しかし、フェルミは、ノーベル物理学賞の候補者推薦人を務めていたに、過ぎず、 チャンドラセカールの名前は51名の推薦人の中にない。なおハップルは1953年のノーベル物理学賞の候補者としてジェームス・フランク、アルブレヒト・ウンゼルトで、ワルター・ラクティ・ホールト・グリーブンの3名から推薦を受けている。円盤投げ、ハンマー投げ、棒高飛び、立ち高飛び、走り高飛び、砲丸投げ、1マイルリレーで1位。 走り幅跳びで3位カリフォルニア州パサデナ近郊にあるウィルソンやマテン問題の創設者で大帳でもあった銀河の赤かった変異は実際には1910年代にベストスライファーによって観測されていたがこの業績は一般にはあまり知られていなかった C ・ロベリすごい物理学講義川出文庫2019年 P260 ゲイル イークリスチャンソン、エドウィンハープル、マリナーオブザネビュリー、ユニバーシティオブシカゴプレス、P 三百六十二、グレースハードザット、エンリコフェルミアンドスベラマニアンチャンドラセーカー、ボースメンバーズオブザ、ノーベルコミッティー、ハードジョイントゼアコリーグスインユナニマスリーボーティング、ハップルザプライズインフィジーク、エールモアレーターコンファームドバイザーストロノマーズ、ジェフリーマーガレットベルベジアフタースピーキングウィズ。 チャンドラ、ノミネーションデータベース、nobelpriz.org2015、e. 年7月13日閲覧。ノミネーションデータベース、nobelpriz.org2015、e. 年7月13日閲覧。ハップルイコール 1953VN1 イコール1955。 FT イコール1969 TB1 イコール1970 WA1 イコール1975 TT3 MPC 2021年8月14日閲覧ありがとうございます。